名施設。はい、つみやき、こんにちは、大西です。今日も肩の応用やってみましょうね。 Today's pattern I know that you are right。 はい、説明しますね。今日は that を使って名詞のパッケージを作るというやり方です。 I know、 私は知っているですね。ここが主語動詞です。そして目的語の部分が文章全部なんですね。 You are right、あなたは正しいという文章です。目的語は絶対名詞って決まってるんですね。だから例えば I know you だったら OK ですね。 You は名詞なので、あなたっていう名詞だから目的語になれる。 I know you、 私は知ってるよあなたを、ね、それは OK なんだけど、文章自体が名詞には普通なれないんだよね。だって文章だから、名詞ではないので。はい、この文章全体を that でくくることによって一つのパッケージにするんですね。 that が文章全部をパッケージにして名詞にしちゃうことができるんですね。これが that の名詞説です。すごく便利ですね。だから普通だったら目的語のところは名詞って決まってるから、お名前、名詞しか持ってこれなかったんだよね。名詞の単語しか。でもこの文章で目的語を作りたいときに that でくくれば、文章全体をパッケージにして名詞にすることができる。だから目的語を長くすることができるんですよね。はい、ということです。でも全体の文型は SVO で変わりません。私が知ってるよ that 以下のことを SVO ですね。誰が何する何をっていうのは変わりません。文型自体がわからないという方はですね、文型を、語文型をまとめた動画が下にありますので、よかったらそれを見てください。文型がわかった方が文法がクリアになります。そして中学の文法でいいので、やっぱり文法はわからないと英会話はですね伸びないんですね。はい、文法が分からないと英会話はですね、もう一定のところフレーズ暗記で終わってしまいます。フレーズ暗記ではパッと出ないんですね。応用が効かないんです。だから中学校の文法は大事ですということですね。 Anyway、 ということで、はい、私は知ってるよ that 以下のこと、 that の中にまた SBC があるわけですね。あなたイコール正しいということを私は知ってるよ、だから私あなたが正しいって知ってるよっていうことになるわけですね。はい、ではこの I know that を使って左側の文章を英語にしていきましょうね。で、ちなみにこの目的語になる that は省けるんですね。言わなくていいんです。ただ今日は I know that、 この that を意識していただくために言っていきましょうかね。 OK、 No.1、 たかしはハワイに引っ越したらしいよ。止めていただいて言ってみましょう。はい、らしいよってことは私は聞いたということですね。 I heard、 はい、 here の過去 heard、 I heard that。 はい、この that 以下を作りましょうね、一緒に。何を、あ、何をっていうところですね、文章です。たかしがハワイに引っ越したってことっていうところに作らないといけないんですね。 I heard that Takashi、 はい、動詞は引っ越す、 move ですね。Moved 過去形 to Hawaii。 はい、ということですね。はい、 that 以下のパッケージを見てみてください。こうなっています。たかしが moved、 引っ越した、動いたというのは引っ越したってことですね。引っ越したよ、ハワイに向かって引っ越したってことを聞いたよってことになるわけですね。 heard は here の過去になりますということですね。はい、 SBO 文型ですね。 No.2、 私はあなたが勝つと信じている、つまり強く思っている。止めていただいて言ってみましょう。はい、 I、 強く思う、信じているっていうのは believe ですね。 I believe that。 はい、 that の中身を作りましょう。あなたが勝つだろうってことですね。 You will win。はい、 that の中のパッケージ見てください。あなたがこれから勝つであろうってことを、はい、 that でくくってパッケージになってます、名詞になってます。それを信じてるんですね。 OK、 No.3、 私は彼がそれができると期待している。彼がそれができると思う、彼にできると思う、期待してるっていうことですね。はい、止めていただいて言ってみましょう。はい、今度は期待してるっていうのは expect、 I expect that。はい、 that の中身作りましょうね。彼がそれをできるですね。 that he can
do it。 はい、 that の中身見てください。彼ができるよ、することができるよ、それをってことを私は期待している、思っているっていうことですね。 Number four、 私は家に携帯を忘れたことに気づいた。はい、止めていただいて言ってみましょう。 I 気づく、 realize、 過去形にしますね。 I realized that。 はい、 that の中身作ります。私が家に携帯を忘れたんですね。はい、私なので主語は I。 はい、忘れた、 left、 残したってことですね。 I left 何を、自分の携帯を、 my phone、どこに、家に、 at home。 はい、 that の中身確認してください。私が I left、 残した、 left は leave の過去です。これは leave の過去で、 leave の過去が left、 残したってことは忘れたってことですね。はい、私の電話を忘れた、家にってことを realized、 気づいたってことですね。はい、 realize っていうのは分かるとかで、気づくっていう意味があるんですけども、real っていうのは現実的なってことでしょ。現実的になるって意味なので、現実化するってことですね。家に、フォンを忘れたことが現実化した、気づいたってことになるわけですね。はい、ということで気づいたという意味で使うわけです。はい、では最後に10回ずつイメージを浮かべて音読をしましょう。あとは言い慣れることが大切です。 OK、 number one、 たかしはハワイに引っ越したらしいよ。 I heard that Takashi moved to Hawaii。I heard that Takashi moved to Hawaii。 I heard that Takashi moved to Hawaii。 I heard that Takashi moved to Hawaii。 I heard that Takashi moved to Hawaii。I heard that Takashi moved to Hawaii。 I heard that Takashi moved to Hawaii。 I heard that Takashi moved to Hawaii。 I heard that Takashi moved to Hawaii。I heard that Takashi moved to Hawaii。 Number two、 私はあなたが勝つと信じている、強く思っている。 I believe that you will win。 I believe that you will win。 I believe that you will win。I believe that you will win。 I 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 believe that you will win。I believe that you will win。 Number three、 私は彼がそれができると期待している。 I expect that he can do it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 。I expect that he can do it。 I 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 expect that he can do it。
I expect that he can do it. Number four. 私は家に携帯を忘れたことに気づいた。I realized that I left my phone at home. I realized that I left my phone at home. I realized that I left my phone at home. I realized that I left my phone at home.I realized that I left my phone at home. I realized that I left my phone at home. I realized that I left my phone at home. I realized that I left my phone at home.I realized that I left my phone at home. I realized that I left my phone at home. Okay, 今日もあなたの口が育っております。 Thank you for watching. See you next time. Bye.